おはようございまーす。今ね、ちょうどご飯が炊けてるところ、炊けつつあるところなんですね。で、今ね、弱火にして9分、あ、もう8分になったね。にやったところです。なんか未編集動画にしようとは思ってなかったから、なんかこう火つけたところとプツプツなったところでちょっと動画撮ってたんですけど、未編集動画撮り忘れてないってちょっと気づいたんですねだからちょっと未編集動画にしようと思います。で、ちょうどご飯が炊けつつあるところからスタートはい、というところです。炊いてる間は、部屋着に着替えた。パジャマからの、脱皮なんだそれ。よし。でね、昨日、見切り品で、オクラを手に入れたので、オクラを食べようと思います。あとは、10% 引きでね、引き割り納豆も手に入れたので、ちょっとね、それも食べたいなって思う。だから今日は、ネバネバ丼だね。ネバネバ丼でやろう。どうしようかな。塩でこうやるといいとかね、言うよね。やんなくていい気がするんだけどね。あれってなんでやるの？よくわかんない。なんかやるといいの？知らないんだよね。これ燃えるゴミか。したらこっちでいっか。よいしょ。今日これ生ゴミ捨てよう。もうね、よくわかんないんだけど。あ、嘘、なになに、あ、これだね。はい。よくわかんないんだけど、塩でやるといいって言うよね。知らないよ。本当なの？嘘じゃないと思うけどね。なんでやるのかはよくわかってないんだけど、やっとくか。はい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 。で、なんかぐるぐるするといいんだよね。知ってる。ぐるぐるするといいって知ってんだけど、なんでかが知らないのよ。なんでこれやるの？ちょっとあんま意味なさそうな気がしてきた。ちょっとばらけさせないと。あ、こうか。よしよしよし。なんでこれやるの？全然転がらない。もういっか。はい。これビニールだから別か。よし。よくわかんない。なんでこれやるんですか？なんですか？なんでかわかんないけどやってます。すごい塩がバラバラ。やんなるな。ちょっと拭いとこう。あ、これ洗わなくていいか。お湯で茹でるもんね。何しとるんじゃ。あーもう。まだ目が覚めないからね。まあでもいいだろう。はい。頭の回転がいつも以上に遅い。よし。とかこれ全部やるの？すごい量にならない？まあいっか。多いと嬉しいしね。これで卵焼きを。で、さっきね、ちょっとお湯沸かしといたんだよね。こんなもんでいいでしょう。あと、味噌汁の準備しよう。味噌汁。今日は、どうしようか。もう、普通の、わかめ味噌汁にしよう。わかめ味噌汁で。これ今ね、みょうが出した。みょうが漬け。あと、なんだっけ。味噌だよ、味噌。味噌汁の味噌。味噌汁の味噌はどこですか？あれ？あったあったあった。こうね。今、ゼリーがたくさんあって。あ、待って、全然見えてなかった。はい。何してたんだ。ごめんね、全然見てなかったね。やってしまった。トゥットゥットゥルットゥー。このくらいかな。もうちょい。これくらいかな。よし。お、ぐつぐつなってきた。
よいしょー。なんか最近未編集動画朝が多い？そんなことない？そんなことないか。こないだは鍋だったもんね。鍋？鍋だったっけ？ そしたらどうしよう。今日は、普通に、お出汁。これ結構気に入ってるんだよな。黒潮お出汁。これでちょっと、食べたい。これくらい？ちょっと多いかな。でもお出汁効いてた方が嬉しい。よし。巻いたればいいだろう。わかめ。わかめ、わかめ、わかめ。よいしょ。やばいやばい。ちゃんと使ってないやつがいた。ちょっとずれてたね。よし。わかめ。もうちょい入れる。これくらい。でいいよ、もう今日は。今日はもうね、眠くて、いつも眠いけどね。2分。はい、グツグツしてまーす。ああ、ザル用意するか。上のこのザルでいいや。もういいかね。だいたい。あ、いい香りしてきた。オクラっぽい匂いしてきた。オクラっぽい匂いしてればもう OK。あともう一袋はちょっと揚げ浸しとかにしようかなって思ってるんだよね。二袋買っちゃったね。よいしょ。おー、いい感じ。あー、オクラの香りする。まあいいや、ここ置いとこう。ほら、チッチだからね。ほいほい。熱くない。もうだいぶ冷やってる。冷やってる？冷えてるでしょ？何冷やってるって、もう。はい。はい。あ、いいね。よし。そしたら、オクラ、ミョウガさんも。もうご飯にかけちゃう？初めから。ね。今日は2.5合炊いてるからこれで。 すごい丼にしよう。で、みょうがは、これかな。とんでもない量の朝ごはんになりそう。これ。あー、なるほど。切ろう。丸ごとになっちゃう。久々にちっちゃい包丁使うかな。お、終わった。はーい。じゃあ、あとは蒸らそう。もうね、朝ごはんすごい急いでるときは、この蒸らし作業しないでね、もうすぐ開けてね、ひょって食べちゃう。全然大丈夫だよ。もうね、普通に美味しい。でもやっぱ蒸らした方が、なんかね、下の焦げ付き、お焦げが取りやすいかなって思うね、ちょっとね。そこが違うかな。よし、じゃあオクラを。もうもりもり食べちゃうよ。全部食べちゃう。本当？本当かな？全部食べちゃう？え、全部だよ。すごい量だよ。大丈夫？ 大丈夫かな？もう食べれるでしょう。よいしょ。さようなら。よいしょ。おちっちゅ。え、待って、すごいちゃんと映ってる。今日のこのスマホの角度がいいのかもしれん。やっぱちっちゃい包丁いいな。なんか安心する。端っこも食べちゃおう。はい。え、もうこれでめちゃくちゃいい量なんだけど。どうすんの？もう。まあでもこれで食べるしね。食べちゃう？お味噌汁入れる？ちょっと。お味噌汁に入れようか。お味噌汁入れんのもあり気がする。ありきがする。もう今日ダメだ。ありな気がする。 もう、まあいつもだね、いつも通り。 はい。でもそんなすごい寝ぼけたわけじゃない気がするんだけどな。着替えたしね。
あ、洗濯物回してないや。今日はおしゃれ着を洗うんだった。え、すごいよ、もう。すごい量だよ。これで納豆も来るよ。で、どうすんの？え、いや、でも、なんかもう、食べちゃおう。オクラ好きだし。ね、無機品だ。あともう一袋あるからさ。ね、大丈夫だよ、食べて。平気平気。食べちゃおう。揚げ浸しにして、お弁当を入れる。よし。いいね。うわー。ネバ、ネバネバ、ネバー、ネバー。はい。OK。で、ちょっと味噌汁にも入れたい。オクラの味噌汁やってみたかったんだよね。ああ、大きく最後の切ってそれ入れればよかったんだ。あじゃあ。はい。まあ、細かいと食べやすいからね。いいんじゃないかな。はい。じゃあもう、引き割り納豆。10%引き。タラーン。イェーイ。嬉しい。よっ。待って、指にオクラの、オクラの種がついてた。ほら。食べちゃおう。いただきます。うん。オクラの味がする。あー、ひきわり。ひきわりってちょっと高いんだよね。だから、ちょっと割り引いてる時にしか買わない。おー。良いですね。でも良いですね。さあ、全部やっちゃおうか、これ。パラッパッパッパー、パラッパッパッパー、パラッパ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 
10パー引きだったんだよ。嬉しくて跳ねたよ。ララ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 、コンソメ忘れた。コンソメ忘れたの。引き割りで喜んでたら、調味料のところね、行くの忘れたんよね。コンソメが空っぽのままなんだよ、今。もう、買わなきゃ。やばいやばい。今思い出した。歌ってたら思い出した。ほら、空っぽ。やっちゃったな。よし、じゃあ。よいしょ。ういーしょ。これでよそって。あー、卵落とす？なんかすごい、いいんじゃない？卵落としたら。ね。ち、何？さっきまで手につけてたよ。ね。なんだかもうダメです。あ、これダメだ、取っちゃ。ここでしっかり押さえてね。あ、すごい。やっぱね、幸せな瞬間だよね、これね。いいね。今日ちょっと水多かったかなって思ったけど、全然平気だった。ね、ちょっと固めが好きで、いつもね、減らすんだけど、今日はそれを忘れたんね。でもまあ、いい感じだね。ああ、見て。すごいふっくら。うわあ、天才じゃん。で、こう混ぜてもう一回蓋してね、蒸らすとね、いいんだよ、結構。ちょこの間に味噌汁やろう。そしたらいいんじゃないかな。で、これやって、あと卵出すか。卵。卵。え、待って。お湯足りる？さっき使っちゃったね。バカ。あー、微妙に足りない気がする。ちょっと本当に微妙に足りない気がする。足りるかな？どうだろう。ちょっとわかんないから、ちゃんとやっとこう。
どうする？これ向こう運んどくか。んー、にょんがん。にょんがん。いや、でもうちのシソもね、もう終わりましたね。もうね、育たない。もうやっぱね、お盆が終わると夏野菜終わるね。なんかもう泣いてる虫もみんな違う気がする。はぁ、あ。よいしょ。セミはまだ泣いてる気がする。いや、今泣いてないか。一気にね、お盆が終わるとなんかコロッと変わる気がするよ。さ、今日は大盛りご飯。大盛りご飯っていうか、大盛りオクラなんだよな。よし。これでだいたい1.5杯分ぐらいかな。2杯分食べれるでしょ。よし。オッケー。あと、これは冷凍したいから冷凍して。もう冷凍ご飯がすっからかになっちゃった。3日分はあるかな。どうだろう。あ、チャーハンも食べたい。チャーハンも食べたいから。まあ、ちょっといろいろ残しとこう。はい。で、ご飯の上には、オクラと納豆をかけるんです。ふう。え、どうする？どうやってやる？二色丼みたいな感じ？あー！美味しそう！ 納豆が好きです。とても好きです。しかも今日は特別、ひきわり納豆。しかもあと2つあるよ。どうする？あと2つ。でももう冷凍しとかないとね。お、できた。よし、卵は後で。ちょっとこれ。ぽい。あ、嘘、転がった。あ、嘘。え、全然ダメじゃん。うわー。ちょっとだけ入ったね。よし。オクラさん。オクラさん。あ！あ！ あ！ああ やばい！あ、いいじゃない？いいじゃない？あ、ちょっと待って待って。ちょっとそうだ。味噌汁にもちょっと入れたいんだった。こんなもんかな。はい。で、お味噌汁にも入れたいから入れる。お湯入れてから入れようかな。まあ、いっか。絶対美味しいと思う。よし。OK。いや、でもやっぱり、ちょっとうまいタレ入れるか。うまいタレ入れて、うまいタレかける。いいんじゃないかな？うまいったれ。やっぱちょっとね、なんか入れとくと安心。もうちょっとかな。でももう出汁入ってるもんね。どうぞー。あー。絶対美味しいやつです、これ。たた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 た
味噌少ない気がする。あー、色がなんかお湯が多すぎた。溶けてないだけ？いや、そんなことないよね。味噌足そう。よいしょ。はあ、どうして？いつも一発で決まるのに、久々だからかな。ちょっと少なかったか。最後に足したやつが少なすぎたかな。よいしょ。あ、箸使っちゃった。ちょっと、ざっくり洗って入れればいいか。はい。っていう感じなんですよ、いつも。あ、これじゃ多すぎかな。半分くらい。よいしょ。これくらい？じゃる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 。これでいいか。いつも味噌汁、色で判断するからね。これで溶けて。あ、よいよい。よいよい。よしよし、ここが溶けてくれたら、完璧。ああ、よかった。さあ、卵割って、ここかな？こんな感じ？よしよし。もう、ちょっと浸食してるけど、まあ、オクラは多いから。オクラと納豆は仲良しだからね、平気でしょう。卵ー！おいしそう。
完璧。よろしい。よいしょ、ちょっと、包丁は分かりやすいところに置いとこう。いや、良いですね。とっても良いですね。そしたら、巻いたれかけよう。巻いたれかけて、とー。お、とろろ、とろろ。もうちょい、かけたい。あ、嘘。いいでしょう。だって、1号は入っとるね。はい、ということで、完成。はぁ。眠い。眠いまんまだな。しょうがないね。とっとと食べて、元気もりもりになろう。今日はこれすごいんじゃないですかね。こうかな？いや、こうかな？こんな感じにスタミナ丼とオクラの味噌汁とみょうが美味しそうです。食べよう。はい、できてる。といとい。でね、ちょっと箸じゃない気がしてきた。これはスプーンで食べた方が食べやすい気がするよね。スプーン持ってくる。スプーン、スプーン。いや、ちょっと箸じゃネボネボをすべてすくいきれない気がした。よいしょ。ね、これでね、食べよう。いや、いいね。美味しそうだね。じゃーん。卵もね、いい感じだよ。なんかちょっと黄身が小さめかなとも思ったりするけど、まあいいでしょう。これなんか、ちょっとあんま見えない？なんか、中が。どうだろうか。もっと上の方がいいんかな。ちょっと今箱に置いてるけど、こういう方が、アングル的には中が見えやすい。こっちの方が、あれかな。美味しそう？むずこう？こう？わかんな。なんか、こうかな。いやー、ここまで箱を積み重ねるのは難しいぜ。まあ、いつもな感じでね。やりましょう。はい。じゃあ、写真撮ってからいただきます、します。忘れちゃうからね。よし。あ、味噌汁の香りがプンプンする。美味しそう。よし。じゃあ、しっかりと。写真を撮って食べる。こうかな。オクラまみれ。あー、美味しそう。もう納豆がなんかもうないみたい。あるか、あるかな。あ、 LINE 来てる。ちょっと LINE 確認させて。ごめんね。何してんのって感じだけど。あー、なるほどね。はい、オッケー。はい。じゃあ、食べましょう。いただきます。きょー。ちょっと、みょうがから食べるね。みょうが食べたい。はぁ、あ。もう最高。さっぱり。じゃあ、納豆を食べて、念願の納豆を食べて、オクラ食べるっていう感じで、いきましょうかね。いやー、なんか元気出てきちゃった。作ってる時はなんかすっごい眠いか先行してたけど、今はもう食べたいが先行してんね。いただきます。お久しぶりです、ひきわりさん。おいしい。いい出会い方をしたね。ほんと髪がなんでこいつだけいるんだろう。ちょっとくくり直すか。あだだだ。え、なになに、指に引っかかった。よいしょ、OK。なら、オクラ。ちょっと納豆も一緒だけど。いただきます。
待って、ここも。もうそうやったばいいや。おいしい。めっちゃおいしいし、背中がかゆい。どうして？うわ。あっという間にかゆくなった。よし、大丈夫。わあ、おいしい。いいね。粘ってしてるよ。これは、もうだいぶ元気だけど、目も覚めるしね。頑張れそうだよ。お、味噌汁も、やっぱ味噌足してよかったかもな。いただきます。オクラ、なんかとろみがついてて面白い。おいしい。いいなこれ。やってよかったよ。豪華な朝ごはんだね。卵乗せないで卵焼き作るっていうのも手だったかもね。でもまあ卵乗せた方がね、こういうのにはね。いや、もうちょっとだけこいつらだけで楽しみたいから卵にはどいてもらった。美味しい。いやでもやっぱね、そうめんとかも好きだよ。このネバネバそうめんとか、そば、そばね、いいよね。でもね、やるのも好きなのよ。ネバネバって言うと、何？とろろ？白いやつ、山芋？あれも好きなんだけど、あれね、アレルギーっぽいんだよね、ちょっと。なんか、数値はそんなあれなんか高くはなかったんだけど、ちょっとやっぱあって。で、食べると、やっぱ、ね、かゆい。なんか、よく口の周りとかね、ついちゃうとかゆくなるって言うけど、そうじゃないの。もう食べて、もう口の中がかゆくなっちゃうね。だからあんま食べないようにしてて。でも好きなんだよね。待って、危な、今卵が落ちそうだった。え、戻すと落ちる。あ、大丈夫だ。ね、もう早めに崩した方がいいかな。いやでもまだ崩したくない。今日のみんなの朝ごはんなんだろうな。ね、でも、ほんと、コメント欄で結構ね、今日はこれでしたってこう、書いてくれる人が増えてきてね、嬉しい。どんどん書いて。もう毎回書かなくてもいいけど、今日はこれ食べたってね、言ったら私も、あ、それ食べたいってなってね。それになるから。おいしい。セミの声するね。泣いてるわ。でもなんかやっぱ減った気がする。なんかうまいたりかけすぎたかなと思ったけど、全然だったね。なんか、うまいタレどんな味ですかとかよく聞かれるけど、醤油よりしょっぱくない感じって言えばいいかな。あ、待って待って。卵落ちてた。頑張れ、這い上がれ。無理だね。はい。何してんの。そう、ほら、チベットの桃作ったでしょ。あん時も多分さらっと言ってたと思うんだけど、そんなね、しょっぱいような、醤油みたいなしょっぱさがある感じではないんだよね。だから
もうちょっと入れすぎたくらいでも全然大丈夫だし、だからいろんな料理に合うのかもね。うん、でも普通の醤油を入れちゃうとちょっとしょっぱくなったなってなると思うんだけど、うまいタレは別にそんな、うん、なんないね。もともとそんなすごいしょっぱいものではないから、醤油みたく、うん、おいしい。だいたい半分きたな。早いな今日。まあお腹空いてたからね。昨日は夜ご飯を6時ちょっと過ぎぐらいとかに食べられたんだよね。だから朝ご飯はねお腹すく。なるべく夜ご飯はね早めにね食べて元気もりもり。次の日の朝食べられるように。夜はもう動かないからね、あんま食べてもしょうがないから。うーん、うーん、おいしい。寝そう。やだ、さっき目覚めたって言ったら眠くなってきちゃった。ダメダメ、頑張って。あー、おいしい。わかめさんも最高。うん、あー、うい、良いです、とっても。はあ、やっぱうまいタレだけでも美味しいけど、味噌汁ね、あの出汁入れてもさらに美味しい。なんかこれ七味かけても美味しい気がしてきたな。うー、立ちたくない。もうスプーンで立ったから立ちたくない。いや、一回ま、ちょっと混ぜてね。これも半分きたから、ちょっと卵と混ぜて、いや、これは七味かけた方がいいってなったらかけよう。はい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 。あ、もう滝のように流れてっちゃった。はいはいはい。あ、いいなぁ。あ、これ美味しいやつだなぁ。よし、こんなもんかな。七味はね、あれよ。七味動画があるからね、ぜひ見てね。結構前だよ。それこそ1年前ぐらいじゃない？いや、違うか。10月ぐらいかな、出したの。ちょっと忘れちゃったけど。ぜひ、七味動画ね、見たことない人見てみてくださいね。さあ、食べよう。卵付き。いただきます。って言いつつ、オクラが1個しか乗ってない。うん。うんふん。うんうん、うん、七味あって美味しいだろうね。いいや、このまま食べちゃおう。いや、七味美味しいよ絶対ね。いやー、かけるか。かけた方が良さそう。しょうがない。ああ、これはしょうがない。タラタタタタタタ、キョコー！七味、七味、七味大臣、七味、七味、七味大臣。こんにちは！おはようございます！七味大臣のブーさんです。イエーイ。朝から一人で何をしとるんですかね。楽しいからいいと思うよ。なあね、
楽しいといいよね。うん。じゃあ食べましょう。いや、これ。ちょっと待って、一口分だけ。一口分だけね、まずね。本当に美味しいか分からんから。いや、美味しいと思うんだけど、なんか気に入るかが分からんから。よし。たたたー、七味。よし。おー、いいんじゃない?七味がけ。いただきます。香り広がる。美味しい。全部かけよう。いやもう知ってたことだけど。知ってたことだけど。ああちょっとかけすぎた。知ってたことだけど。かけた。ちょっと混ぜよう。一箇所に固まりすぎた。あ、もう全然見えないね。こっちにすれば見えるんか。こうやってこうやってね。よしよし。みょうが。みょうがも食べて。おいしい。いやー、それにしても、暑い。まだまだ暑い。10月ぐらいまで暑いんかな?そういう気持ちでいようと。いいよ。いただきます。最高だ。うわ、めっちゃトロンとしてる。よいしょ。良い。とっても良い。かけてよかった。あれ?どこ?七味大臣、どうしたの?君が浮いたんじゃないか。悪かったよ。しろ。置いてかれてました。ごめんね。すっかりさんだった。画面を忘れるね。いや、これはさすがに忘れちゃダメだよね。もう目の前だもん。いや、作ってる時はね、忘れるんだけどね。美味しい。オクラの味噌汁いいな。わぁ。夏好き、秋好き。どうした急に。いや、なんかやっぱ季節が終わるとやっぱこの季節好きだったなってなって、次来る季節もでも好きなんだよなってなるんだよね。夏はね、いいところは服の着る枚数が少ないところ。もうワンピースベイってきたら終わりなとこでもね、いいしね。冬とかは大変だ。手袋してマフラーして帽子かぶってね。私は寒がりなだけかもしれないけど、いやでも大変。しかもさ、冬ってさ、可愛い服着てもさ、コートで全部隠れちゃうんだよね。もうそれが悲しい。でもあのさ、友達とかと出かけた時になんかこうね、こうさ、こう脱いだ時にさ、かわいいみたいな感じになるの好きだよ。女子だけかな、これになるのね。まあでもね、去年はそういうのなかったな。ちょっとだけ行ったけどね、でもね、友達と。何食べた?何食べ行っただっけ?なんか行ったね。
したらまたすぐね増えてっちゃったからね、もうこの夏はダメだね。この冬はいけるといいんだけどな。あーでもニットとかなんか恋しい、好きあれニットね。まあでもやっぱ秋服も可愛いよね。秋服ばっかになっちゃうんだよね、なんか本当に可愛いんだもん。でもさ、出かけないのに服買ってどうするのって感じになってきちゃった。寂しい、全然買ってない。買うといえばよく食費をね聞かれるんだけど、こないだもなんか食費聞いてくれてる方がいて、わかんないね、あんまり数えるとかちゃんと管理したことがないんだよね。でも普通の人よりは絶対にかかってないっていうのも、お米も実家から送られてきてるし、あと野菜とかね、そういうのも実家からもらうこともあるし、うん、だから普通の人よりは、まあ、まずお米代分が浮いてるんだよね、ありがたいことに。本当に美味しいんだよこのお米、最高。まあ、実家っていうかこのお米は親戚が作ってるお米なんで、うん。で、ちっちゃい時から、まあ、育ての親みたいなもんだよね。もうずっと言ってた。うん、そのうちのお米をね、いただいてるんだよね。ほんとありがたい。もうね、そのうちにいる時はね、もうお米が美味しすぎて、泊まり行くといっいつも卵かけご飯食べてた朝起きて、その親戚のねお家にもそのコッコちゃんたちがいて、コッコちゃんたちでもね、そのねコッコちゃんたちの小屋は、実家のコッコちゃんの小屋はなんかこうちゃんと卵取り用になってるの。こう卵産んだら下からコロコロって転がってくる台があって、そこからこう取れるんだけど、その親戚の家のコッコちゃん家はもうね、家なの。みんながわさわさいる感じ。だから、産んである卵をコッコちゃんたちを、こう、はいはい、どいてどいて、ヒュッヒュッと取るっていうね。で、小さい頃は、もうそれがね、怖くて、大変だったけど、食べたくて頑張ってた。懐かしいな。でもよーくね、お姉ちゃんに取ってもらってたよ。あの小屋がね、ほんと。おいしい。うん、親戚のうちも、お野菜とかね、おいしいんだよ。行きたくなってきた。寂しい。小さい頃は、本当に毎日のように行ってて、ね、まあ田舎あるあるだと思うんだけど、親戚って、もうみんな集まってんのね、地元に。みんなそこら辺にいるの。そこも親戚、そこも親戚、そこも親戚みたいな感じ？墓地に行くと、同じ名字ばっかみたいな。まあ、そういう感じで、その親戚の家もとっても近いんだよね。小学校の会とかもよくそのままね、ランドセル背負ったまま行ったりとか、あと小学1年生の時は
まあよく迎えにね、歩いてきてくれて、一緒に帰ったりとかね、してたね。でそうだ今ちょっと思い出してた。うん、どの親戚の家が好きすぎて、小さい頃なんかストレス性の病気にかかったの。幼稚園入ってる入ってないぐらいの時かな。その時にストレス性の何かにかかるってやばくない？でこのお医者さんにね、なんか私は全然覚えてないんだけど、みんながよく覚えてて、お医者さんでなんかこう診察を受けて、なんかこう我慢してることとかあるのとか、それこそさ親なんてさびっくりだよね、なんかストレス性なんとか、え何うちの子どうしたのみたいな感じだって。お医者さんとかもしかすると虐待とかさ疑ってたかもしれんよね。なんかそういう感じで、もうすごい緊迫したこう病室の診察室の中でこう問いかけられて、私はなんて答えたかっていうと、その親戚の家に泊まりたいってその時なんか行けてなかったね、きっとね。でね、もう大爆笑だったらしい今でも話されるね、それね。いやー、今大好きなんだけどね。で泊まり行ったらしいよあ、面白い。そう、オクラもさ小さい頃さ、その親戚の家の庭っていうか畑か、もう庭が畑みたいなもんかあの大きいオクラがなってて、よく丸ごと食べてた。もうキュウリをこうか丸ごとかじるようにオクラを丸ごとかじってた。よくやってたな、あれも懐かしい。あの頃も良かったね。もう今も最高だけど、あの時も最高だった。思い出す。みんなもなんかそういう思い出あるかな。もしあればコメント欄に書いてほしい幼少期の話もう一杯食べれる いっぱいご飯炊いといてよかった。おかわりできるね。いやでもあれは冷凍用に取っといたから、ちょっと今は食べないでおこうね。白身が取れない。よいしょ、取れた。空っぽはちょっとご飯粒一個あった。これで空っぽかな。空っぽなあ、あとお味噌汁がちょっとあるから食べよう。ちょっとどいてもらって、いて、あーじゃあ、え待って、みょうがいつ食べた。あーまあいいやいつもこんなん。おいちやん。
った。なんか懐かしい話をしてた。もう帰りたくなった。早い。またね、ちょっと10月あたりに、ちょっと帰れそうな期間があるから、そこでまた帰ろうかなとは思ってる。常に帰りたい人だからね。うん。あーちゃー。寝そう。お腹いっぱいで幸せ。ちょっと今日はっていうか、いつもだけど、喋りが足りなかったかな？無かな？工事もしてるね。よくなってるわ。はぁ、生ゴミ捨ていこう。生ゴミ捨てて。まだまだ時間はある。よし。今日の朝はのんびり。早起きだからね、なんたってね。一回ね、早起きのその、何？ライブ？楽しかったね、あれね。またやりたいな。うん。やっぱ夜より朝の方がやりやすいっていうのも、やっぱり、ね、夜はまあ彼がいるっていうのもあるし、あとあれなんよね、やっぱ夜ご飯って結構少なめにするから、そんなね、なんだろう、いっぱい時間かけて食べるっていうのができない時の方が多いから、やっぱ朝だとね、気兼ねなくこうバクバク食べれるってね、いうのがあるから、朝ごはんの方がやりやすいっちゃやりやすいかなっていうのはあるね。夜もいいんだけどね。うん。いや、飲み会ライブもしようね。って言いつつ全然してない。いや、でもしましょう。お願いします。では、今回の未編集動画、こんな感じで、のんびり。だんまり。だんまり。あんま喋ってないところもあったかもしれんけど。みんなもご飯食べながらのんびり聞いててくれてたよね、きっとね。はい。じゃあ、終わろう。ね。ごめんね、途中映ってなくてね。悪かったよ。違う、洗濯物しなきゃ。洗濯物しようと思ってたんだ。洗濯物して。はい、やりましょう。はい、ってことです。では、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。ピンポン鳴った。ちょっと行ってくる。それじゃあ、ごきげんよう。バイバーイ。